あなたは。もしかして、リンたちのこと迎えに来てくれたの？嬉しいにゃー。これからよろしくね。私はまだまだ未熟で、だからあなたに手伝ってもらえることになって嬉しいな。うん。あれ、マキちゃんどうしたの？まだお返事してないよ。別に返事しなくちゃいけないわけじゃないでしょ。でもお手伝いに来てくれてるんだし、ちゃんと挨拶した方がいいんじゃないかな。マキちゃんは素直じゃないにゃ。そういうわけじゃないわよ。話すことがないから話さなかっただけ。あなたに手伝ってもらう必要性も感じていないし、今までいろいろあったけど、それでも9人でなんとかやってきたし。マキちゃん、急にそんなこと言ったら失礼だよ。じゃなくて、私が言いたいことはこんなことじゃないんだけど。ごめんなさい、私先に行くから。ごめんね、びっくりしちゃったよね。マキちゃんも本当は仲良くなりたいって思ってるはずなんだにゃ。まあそうね。でもみんなと一緒にいるのも嫌いじゃないわ。にゃー、マキちゃんかわいい。ちょっとまとわりつかないでよ。